真犯人フラグ全力考察。本日はホームページの指差しが合っていたかどうか答え合わせをしていきます。まずはこちら、プロビンがバタコを指さす。こちらの方は遺体を掘り返しているところをプロビンがスクープしたということで、自分の YouTube に載せて遺体じゃないのかというふうにやっていたので、これは正解ですね。プロビンはバタコの秘密を暴露しました。続きまして、本木遥と立花一生がお互いに指を指している。これは共依存の関係だったので正解です。確かにこの指を指し合っている画像当たっていました。続いては真帆が光を指さしている。こちらは真帆が光の家でそちらの方に気づいていたということではないかということで、こちらの方も当たっているということになるのでしょうか。光は真帆の不倫、こちらの方を電話を聞いてしまったと。そしてあっちゃんは光の態度がおかしいと、真帆に対しての態度がちょっと冷たくないということを気づいていました。ということはあっちゃんでも気づくレベルの真帆に対する反応ですから、当然真帆も光の様子がおかしいことに気づいていたと思います。ということはこれも正解ということになります。こちらの方はまだちょっとわからないですね。本木遥と立花一世、共依存の2人を川村が指を指しているということは、この2人の秘密を川村が知っているというような感じになると思うんですけれども、そうなるとこの2人、光の、そうです、家出計画、これを実行していたのが立花一世、そしてその日に協力させてくれと言ってきたのが本木遥。さらに川村が指を指しているということは、もしかするとこのまだその描写は出てきてはいませんけれども、川村がこの2人の行った光の家出計画、こちらの方を知っていたということになるのではないでしょうか。どこで知ったのか、何かきっかけがあったはずなんですけれども、まだその描写は出ていないと思います。最終話で明かされるのかもしれません。続いては菱田朋子が川村を指さしています。ということは菱田朋子が川村の何か秘密を握っているとか知っているということになると思うんですけれども、川村と菱田の接点というと、清くんを凌介の家に預けた時、清くんを引き取りに来た時に川村と一瞬会ったぐらいしか接点がなかったと思います。それ以外の描写で菱田朋子と川村が会っているようなところはなかったので、もし接点があるとすれば例の襖に書かれた喋りすぎだの文字、もしこれを書いたのが川村だとすれば、その書いた時の何か証拠を菱田朋子が握っている
という可能性があると思います。果たしてそういったことが最終回で出てくるのかどうなんでしょうか。真犯人の定義はこの全ての事件に関係していると、首謀者ということなので、このあっちゃんの誘拐、そして光の家出からの監禁、真帆の行方と、これら3つのこと全てに関わっているということになりますので、どこかに接点があるはずです。ということはバタコともどこかで接点がある。そして一星と本木はるか、こちらにも接点があると、そして真帆とも接点がある。この3つ全て何かしら接点があるのが真犯人ということになると思うので、一体何の接点があるのか、バタコと、真犯人は川村と予想していますが、バタコと川村どこかに接点があったのか、そして本木遥と川村どこかに接点があったのか、そして真帆こちらをかくまっているのか、それとも監禁しているのか分かりませんけれど もうこちらの方は接点があるのは分かっています。分からないのはこちらの本木遥とバタコ。さあ最終回でこの2人との接点が明らかになるんでしょうか。そして日野が店を出た時に一体何を持って行ったのか、包丁、それとも店の鍵、いやいやもっと他のものだといういろんな意見がありますけれども、何を持っていったのか確認してみましょう。さあ日野は何を持っているんでしょうか。どんどんアップにしていきましょう。お、なんか持ってるぞ。なんだこれは。よく見えないけれども、これはアイスピックでしょうか。アイスピックみたいですね。日野は店を出た時にアイスピックを持って店を出ました。間違いなさそうです。日野はアイスピックを手にして凌介とタクシーに乗りました。これは身を守るためか、それとも凶器にするためか、どちらでしょうか。最後のフラグ、川村敏夫に立てます。真犯人フラグ最終回、今夜真犯人は信頼する部下なのか、支えてくれた親友なのか、愛する妻なのか。最後の真犯人フラグ楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。